淡路島バーガー淡路島バーガーの一種である淡路ビーフバーガー道の駅渦潮で撮影淡路島バーガーは淡路島のご当地バーガー。個別の商品は淡路ハーブバーガー、淡路島バーガー、淡路牛バーガーなど。淡路島牛丼や淡路島ヌードルなどと同様に淡路島産の玉ねぎや淡路ビーフのような地元食材を用いたハンバーガーを住民が提案し行政や 観光協会、商工会議所などが連携してイベントなどでアピールしている。道の駅渦潮で2011年10月から販売されているオニオンビーフバーガーが同年10月に開催された鳥取バーガーフェスタに淡路島バーガーとして出品され、全国3位となった。また、淡路ビーフと知られている牛肉ではなく、特産品であるがあまり知られていない。 イのブタを用いたものもあり、淡路島島内の第6回創作料理コンテストで優秀賞を獲得している。淡路島バーガーは兵庫県西宮市にある淡路屋が販売しているハンバーガー。ビーフパティや玉ねぎなどに主に淡路島産の食材を使っている。店主は淡路島出身ではないが家業でしばしば淡路島を訪れており。 淡路島の食材の美味しさに魅了されていたが、もともと趣味で作っていたハンバーガーが、淡路島産の材料でまかなえることに気づき、2007年にハンバーガー店を開店した。淡路島でも披露され、しばしばテレビ番組でも紹介されるなど話題となっている。ありがとうございます。